どうもかますです。今日は前回やったプレゼント企画の抽選当選者発表をやっていきたいと思います。抽選方法はプレゼント動画でも説明した通り、こちらプレデターアキラス E+をもうサイズをランダムで買ってしまっているので、コメントをしてもらったサイズと合った人の中からルーレットで抽選していきたいと思います。今回応募条件が何個かあったんですけども、残念ながらその条件を満たしていない人が多くいたので、今回はその方は省いて抽選をしていきたいと思います。当選した人には応募コメントに返信しますので、そこからインスタか、Twitter かの DM で連絡できたらいいかなと思います。ただ期限として応募コメントに自分が返信してから、3日経過後も連絡がない場合は他の方に譲りたいと思うので、その繰り上げ当選者も一緒に決めていきたいと思います。そして今回買ったこちらプレデターアキラシープラスのサイズが 25.5cm ということで、4名の方が応募してくれたので、その4名の中からルーレット抽選をしていきたいと思います。では今回のプレゼント、プレデターアキラシープラスの当選者を決めていきたいと思います。それではいきます。ということで、プレデターアキラシープラスのプレゼント当選者はこの方になりました。では先ほども言ったように、今の方から応募コメントへの返信がなかった場に備えて、繰り上げ当選者も一緒に決めていきたいと思うので、繰り上げ当選者を決めていきます。繰り上げ当選者はこの方です。では先ほどの当選者から連絡がなかった場合は、こちらの方にお譲りしたいと思います。当選されたイニエスタボットさんには応募コメントに自分が返信しますので、そこからインスタかツイッターかの DM でやり取りできたらいいかなと思います。そして先ほども言いましたが、期限として自分が応募コメントに返信してから3日経過後も応答がない場合は、繰り上げ当選という形で、当選者として同じようにやり取りできたらいいかなと思います。今回はこちらプレデターアキラシープラスがプレゼントになりましたが、まだプレゼントしていないコパピュアプラスや X スピードポータルプラスなどもあるので、今後もプレゼント企画はやっていきたいと思うので、欲しいスパイクだったりサッカー用品などがあれば、コメントで教えてもらえればありがたいかなと思います。